ロバート・テイラーはアメリカの俳優、ネブラスカ州フィリー出身。本名はスパングラー・アーリントン・ブルー。医者の家庭に生まれ、ドアン・カレッジで音楽を専攻。友人とトリオを組んで、ラジオ番組に出演した。後、カリフォルニア州のポモナ・カレッジで学び、1930年代に入ると演劇を志望する。舞台、旅路の果てに出演したところを、 メトロゴールドウィンメイヤーにスカウト1934年に7年の契約を結ぶ。映画デビューは20世紀ホックス社に貸し出しされたハンディアンディ短編映画で初主演し1936年には早くもマネーメイキングスターの第4位にランクされる。その水際だった美男子ぶりからグレタ・ガルボ、ジョーン・クロフォード、 バーバラ・スタンウィックなど当時第一線で活躍した女優たちからの希望で彼女たちの相手役を務めた。中でも1937年に共演したスタンウィックとはその後恋に落ちて1939年に結婚。またキャリアも1940年、ビビアン・リーと共演したメロドラマの名作、哀愁が決定打となり、ハリウッドに格好たる地位を築く。 純風満帆なスター人生と思われたが、1944年に、ソング・オブ・ロシアで真相的な指揮者を演じたのが原因で、1947年にカイム、会務比例活動委員会に召喚され、そこで、思想的背景を否定し、アメリカとハリウッドに忠誠を誓うが、当時ハリウッドで、多くの俳優に暗い影を落とした赤狩りは、テイラーもその例外ではなかった。1951年、 クオバディスが大ヒットし、テイラーもアクションスターとしても人気を博す。1951年にスタンウィックと離婚。1954年にはウルスラティースと結婚、二人の子宝に恵まれる。1959年から3年間続いたテレビシリーズミステリー61に主演。1六十一年に MGM との契約が切れてからは制裁を書き、 1969年に肺がんにより世を去った。彼の功績を記念して MGM 撮影所の建物の一つがロバート・テイラー・ビルと名付けられていたが50人の脚本家たちが彼は非米活動委員会で仲間を名指しした人物だとしてロビー活動をした結果1989年にジョージ・キューカー・ビルと解消された。ありがとうございます。